エル・アリオスト・ルドビーコ・アリオストは、イタリアの詩人。レッジョ・エミリアで、要塞司令官をしていたニッコロ・アリオストの息子として、生まれる。幼少から塩好んでいたが、父の命令により5年間を、法律の勉強に費やす。26歳の時についに許しを得て、グレゴリオ・デスポレートの下で主にラテン語の古典を、中心に研究することができるようになったが、グレゴリオが、 フランチェスコスフォルザの家庭教師として、フランスに随行したために、ギリシア語を学ぶ機会を失う。父が亡くなって、長子として、大家族を支える責任を負うこととなり、エステ家の数奇教一方里と一世に仕え、将校、外交官として活躍し、後、フェラーラ校アルフォンソ一世の弟、一方里とに仕える。 1517年以降は、ガルファニアーナの総督となったが、晩年に結婚して、余生を、フェラーラで送った。代表作である、物語誌、クルエル・オルランド・オーランド・フリオーソ。この作品は、ルネサンス期のベストセラーであり、骨格である、美しき姫と勇者の騎士との恋と冒険の物語は、今日まで続く王道のパターンである。脇伊佐による訳、クルル・オルランドは、 2001年に、名古屋大学出版会より刊行された。他に、ホラティウスの作風に習った7編の風刺詩や5編の、喜劇、カセルア、スッポシチ、ニーグロマント、レナ、スカラスティーコなどの作品がある。若い頃に、ベルギリウス、ホラティウス、ペトラルカ、プラウトゥス、テレンティウスなどの古典作家を学んだアリオスとは、愛イカ、カンツォーネ・マドリガルなどはもちろん喜劇を書くときにも、 彼が生きていた頃に起こった大事件を全く作品の上に反映しない。例えば、シャルル八世が軟化して、イタリアに侵入したことやるい十二世が、ミラノ公国を征服したことなどは、言及こそするもののアリオストにとっては、文職に過ぎない出来事のようだ。歴史に対する教養が乏しく、って慣れてはいるが、古典の模倣に過ぎない詩の中でも、数奇鏡、一方リトデメディチが、 詩人の奉仕を理解しないことへの憤りを述べる下りになるとそれがザック・バランにアリオスと自身を描くことになり運命に八つ当たりをしている詩がそのまま喜劇的な効果を持った自画像となるこの詩人を悩ませていたのは家庭の事情、宮廷に対する喜怒哀楽、恋愛、文学上の付き合いなどの取るに足らない個人利害に過ぎなかったそうした彼がボイアル道作 恋のウルランドの続編を書こうと決意して10年この仕事に没頭した結果、この上なく真剣なルネサンスの女子詩が出来上がった。魔法の盾や指輪、天馬などが登場する幻想的な物語でありながら、生き生きとした想像力によって登場人物は自然かつ簡潔に描き出されており、イタロ・カルビーノが偏愛した作品の一つでもある。ありがとうございます。